鎖の噴水現象の写真者の噴水現象は、ニュートンビーズ、チェーンファウンテンとも呼ばれる非直感的な物理現象であり、ビーズの繋がった鎖の一方の端がビーカーから引きずり出される時に生じる。鎖がビーカーの円を越えて空中にアーチを形成し、そのピークは明らかにビーカーの円よりも高く、ビーカーから目に見えないサイフォンで吸い取られたかのように、振る舞う。 この鎖の噴水現象は、合体リンクで構成された長いボールチェーンで顕著に見られる。ビーカーの位置が高ければ高いほど、サイフォンの原理で鎖のピークは高くなる。鎖が十分に長ければ、ビーカーが30メートルの高さで、そのピークが2.1メートルに達することが実験で示されている。この現象は、 科学者のスティーブ・モールドの撮影した動画によって広く注目され始めた。スティーブがこの事故、サイフォンビーズ現象を実証した映像を、ケンブリッジ大学のジョン・ビギンズとマーク・ワーナーが注目し、王立協会議事録 A に、チェーン・ファウンテンという名でこの現象の調査結果を論文として提出した。メディアを再生する鎖の噴水現象の様子、この現象は運動学やエネルギー、 モーメントなどの様々な説明が行われている。ただ、少なくとも、鎖の噴水現象は、ビーカーの内部で生じる、上向きの力によって引き起こされるという点では、科学的なコンセンサスが得られている。その力は、鎖の合成や、関節の曲がる角度の制限によって引き起こされている。鎖がビーカーから上方向に引っ張られると、その引っ張られた鎖の一部分は回転する。 そしてその回転は、その反対側が下向きに動く力となるため、その反作用としてさらに上向きの力が生じるのである。鎖のビーズが横にも移動するため、下の鎖に当たった時に垂直に飛び跳ねることもあるが、この上向きの力は、鎖の噴水現象の主要な要因ではない。ありがとうございます。